それでは名古屋市の新村市長にお話を伺っていきますあけましておめでとうございますはいおめでとうございます、えー、まずは昨年2021年まどんな年だったかこう印象的に残る出来事などを教えてくださいまあ切ないはねもう今もねまた新しい株が出てねいつ就職しますかねこれにも一年間ほとんどですね あの市を挙げて、えー、取り組んできた最大の課題だったですね、ええ、まあ今、このお話ありました新型コロナ対策ですけれども、まあ、一般市民への3回目のワクチン接種年明け2月から始まりますけれどもこの感染の予測であったり観光、経済の影響などはどのように考えてま,えてますか私どもの地域だけじゃなくて、ね、日本も世界もそうだと思いますが。 えー、このコロナのいわゆる動き方っていうかねそれによってまた今年もプラスに転ずるかあるいはマイナスになるか、うん、まあそういった非常にねそれだけに一つ一つこういった感染症は本気でね 取り組んんでいかないといかかなとだろうね妙高モデルというものも昨年は大きく取り組んだものだと思うんですけれども、はいはい、改めてて教えていただけますか、はいまあ、特にあの観光ということにあの視点を置いたときに今回国際的な医療団体が、えー、いわゆる妙高へ来るいろんな人のです、ね、データを取りたいということで。 えー、お家になった方は3日に1回ですね、えー、抗原検査っていうかね、まあ、それを繰り返したと、えー、それでデータを取られて、えー、とりあえず今そのデータの分析をしていますそれによって、えー一年えー、今年あるいはですね来年という、えー、そういったところにねどういう形でそれが生きるかそんなところの、まああのー、形が見えるかどうかですね まあこれは私はあのここでモデル的にやりましたけどもえ観光庁をはじめねいろんなところの評価は非常に高いです。インバウンドがね今ほとんどここ2年ぐらい止まりましたけどえ今もう正月ですけども期待ができない状態ですねえこれがじゃあ今年それから来年という時にえとにかくですね えー、そういったことで、いろいろこう事前に、ですねあるいはまた訪れている人の健康状態を一元的に管理できたら、うん、こういったいわゆる問題もクリアできると思います本当に観光地であるからこそ、ね、観光面として人も迎えるべきですし、私たちもその良さにまた改めて,て、ね、そうですね、ええ、では続いてですが、妙高型バーケーション。 はい、このワーケーションというキーワードもここ最近すごく聞く機会が増えたかと思いますが、まあ、去年もフォーラムであったりツアーだったり盛んに行われていいたかと思いますコロナで煽られて、うんまあ、とにかく急ぐ急ぐで現在まで来ました。うんえー、その間ですね ホーラムもやったりいろんなことをやりながらそれからその先進事例あるいはまた先駆的にいろいろ指導していただくそういう団体とか会社そういう皆さんのおかげでやっとここまで来ましてね中心的な施設がえ今年の夏ぐらいですかね今まあ工事やってますけどそうした施設ができることでこうどういった ビジョンが。ワーケーションという言い方は、これはね、日本全国世界でもね、テレワークもそうですね。もうそれはね、どこにでもできるんです。これはどこでもできます。はい、ね、ちょっと外でね、アウトドアしながら夜星見ながらね。じゃあここに星とアウトドアここしかないかってどこでもあるんです。ただここを売り込む一番のきっかけは何かといったときに。はい ここにですね私も健康保養地プログラムってあ,るのあの高原の体育館の下にね、はい、あのいわゆるインストラクターがいて温泉で、はいえー、丸いあのプールっていうかね,あ,ね、はい、ああいうのみんなねセットにしちゃう,うと例えばお見えいただくでしょ、はい、今日はいやない山登りたい今日はねいや音美子でカヤックやりたいとかね、はい あるいは今言ったように歩いた後ね、えー、あそこでもし夜ね仕事終わったらあそこでちょっと癒しをしてそういうのがね、えー、まあバラエティーに富んでお見えになる方がチョイスすいいわけテレワークしながら3日間いる、えー、じゃあねお泊まりの施設もみんな入れてじゃあ3日間セットでいくらですとそうすると訪れる人のねこの妙高の優位セットありますよね。 まあそういうことがねほの、えー、ことの差別化かなというふうに思っています、うん、ビジターセンター、はいはい、この4月にオープンということで私も先日行ってきたんですけどあ,あそうですか、はい、あ,ありがとうございます本当にあの大きな窓から見える景色がすごい優雅な気持ちになって、ええ、<laughs> こう以前の施設との違いが、ええ、今年の4月にね、はいえー、オープンしますね、えー、ちょうどあの去年ですね秋に まあ仮オープンという格好でお披露目をさせていただきましの今までビジターセンターというとちょっと小さくて、うん、え余裕がなかったんですがで今まだ展示物もまだきちっとしてませんけども、うん、この4月からはこれが全部揃った時にですね、はい、もっと魅力が出てくると思います。目の前に自然が出ててくる例えば、ねえー、日打山雷鳥なんていうとね、はいはい いいかんでもね、まるきり礼来町が手が届くところにねいるっていうのはそういうねまあ勉強しながら妙高、はい、の自然をもう満喫できるようなそういう、えー、あれもあるしねまあいろんなのを用意してあるんです。えー、ここれれはね、これから多分人気出ると思う。 実際そういった施設ができて、まあ、その井森池周辺であったり池の平周辺こうどのように変わっていくといす、うん、あのですからねお見えになる方があのいろんなあの例えばもういろんな目的を持ってきてその目的が達成できるいわゆる目的地に私はすべきだと。ね、ただフラッと来たけどではなくてあそこ行って今日ねあそこに今度自転車のコースもできますしね。 あそこ行ったら今日こうしましまょうとこのために行こうっていうのはね、うん、目的を持っていい汗をかいて、うん、でそれから温泉にというようなねそんなことが可能になったらね、うん、えもちろんあのテレワークはテレワークで別ですけど、うん、ビジターセンターもそういうねいろんな人が来る中で一緒に自然の中散策するそういうコースもありますしね、まあ、そういうのをねいろいろ作ってあげていく必要性がある。 で目的地になると思います。2> 今二つ揃うとね、はい。これは完璧になると思いますよ。えー、えー。目的地としての、ね。え、楽しみですね。はい。では、じゃあ、続いてなんですが、えー。来年度から地域の訪問型サービス。はい,はい。はい。えー、荒い南部地域で開始ということなんですけれども、えー、このサービスのイメージをまずは教えてください。うん、もうね、いや、何とかしてくんないや。はい、分かったよ。 そういうい施設です <laughs> そうなんとかしてくんないやっていうのは市民の皆さんの皆困りごとそうそうそうでだからこれもね新たにあの地域共生化っで皆さんからご理解頂い,いて出発します、はいえー、お一人でお住まいしている住み慣れた地域から他で例えばですねここで生活したらこうですよっていう施設も随分あるんですよ。うん それは冬だけね雪の時だけ来て春になったらまた山へお帰りになっちゃうね。ねこれは人間ってそういうもんだと思うだから今度ね連絡してもなかなか連絡は取れないどうしてるっていうんで今もあの旧妙高地区のね樽本泥地区なんていうのは職員が1週間にいっぱい回ってます。今度こっちはねえそれ以外に まあいろいろ I C T のね、はいえー、こういう社会になってね、うんえー、我々もいろいろ通信がねこうやってできるってやってても、はい、それにやっぱりね、えー、距離感を感じるお年寄り多いんですよ。うん、そういう皆さんをね、えー、お集めして、えー、それも役所に来なさいとか山坂登ってね、えー、集会場まで来なさいっていうのはなかなか難しい。うん、だから四人五人あるいは十人、うん 近くまで行ってて集めて、ね、そしたらまず、ね、お楽しみでもしてもらって一、はい、つ二つ勉強して、うん、というねそういうバックアップ体制を作って、えー、今年の4月以降また新たな作り方例えば災害なんか起きてね、はい、例えばコロナでもそうですね、えー、この市役所が。 ちょっとね陽性者が出て窓口閉ししましたここへ入らんないけどそのために用意した小さいバス車ですね、うん、そういうので受付もできる仕事もできる、うん、あるいは今ねないから一箇所集まってもらって今これやってますね、うん、え来てもらうのにねバスに乗ってもらってまたこれから雪降るでしょう、はい、これまたやるんだけどもしそういうのがあればね 看護師さんとそれからお医者さんそれからねそれで今日どこ行きますって今度全部回ってあげたらねもっといいでしょうそういうやっぱり時代にねもう入ってるそれをいかにバックアップするかっていうのが我々の仕事だと思いますそのために担当課を用意してしかも専従の職員も地域担当で置いてますその地域担当は何やってあげてるって言ったらね ねえなんかこれ頼むわはいよってそういう、ねうん、人間関係を作ってるってことこですね、うんえー、何度かキーワードが出ていますが来鳥ですねこの妙高地域の貴重な資源だと思うんですけれども来鳥のクラウドファンディング4回目がスタートしましてこの保護への関心であったり取り組みの成果っていうものは非常にですねあのクラウドファンディングでいろいろく,よろくいただく方と。 えそれと今度連動してですね、スノウが広がってます。で、例えばあの今ですね、稲科のちょっとした植物がもうあの温暖化のせいですかね、はい、随分あのコケモモとかね、うん、あの本当に大事な餌がね、えー、枯渇しそうですね。<S うん、<S 今 S D Gs だとかね、はい、自然環境あるいはまた脱炭素社会なんて話してるんでしょ。うん、まさに国民挙げて世界挙げて。 え、そういうやっぱり時代を、もう先駆的に飛び込みながら、リードしていく時代だと思います。え、うん、それが雷鳥が、生息地として、え、この後も維持できて、しかもですね。え、また新しい雛が生まれるというような環境に行くんだろうというふうに思いますね。え、うん、錠剤は貴重なもんで、もういろんな形で使わせていただいています。えー、では最後に、今年の抱負をですね、うん、いただけますか。 ジュザン福海という年にしたいね十山、えー、っていうのはね寿の山福の海ねもうこれだけみんな頑張って耐えてきて、ね、それでいい兆しが少しずつ出てきてますねこれをですね契機として今言ってるいろんな仕込みがね動き出します。前向きにこれをみんなで乗り越える そういう覚悟を持って、向かったら、私は少なくとも。現在よりも、もっと、良かったという一年になると。そういうふうに、信じています。はい、福の海、いいですね。はい。ええー、村市長にお話伺っていきました。どうもありがとうございました。